皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はこう移動の練習として、まあいい練習があるなと思って、レッスン動画を配信させていただきたいなと思います。まあどんな練習かというと、3連符、右左右左右左っていう3連符のパターン、まあ、こういうやつですよね。こうタヌキタヌキタヌキを左スタートして、こう左右左右左右っていう手順で、あらゆるところにこう移動するというね、なんかそんな練習をしていこうと思います。で、まずはこの左スタートのタカタ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 に、まあひとまずは慣れた方がいいと思うので、まずはちょっとねスネアでやってみましょう。パターン1としてはスネアハイタムのこの区間を移動するという感じですね。タタタドドドタタタドドド。これのね、コツとしては、まあ、例えば、ね、スネアの、こう、ローポジション、アメリカングリップで、こう、ポジション構えるってなって、で、それをそのまま、ハイタムに移動しようと思うと、手の距離がね、すごくこう、なんていうの、多くなるんですよね。だから、すごいね、前に出して、後ろに出してっていう、なんか、こういうね、無駄な動きをしちゃうことになるんですね、こう。出して引いて出して引いてみたいになるので、基本的にハイタムぐらいで構えておいて、で、この場所のままこうスネアを叩くようなイメージでいくと、ここからここに行くとこうっていう感じになるのが、ここをポジションにしてそのままこうスネアにこう。移動するという、なんかそんな感じで練習してみるとやりやすくなるかなと思いますかね。でさらに、スネアフロア感を移動します。っていうパターンですかね。でこれもこのポジションのままこういくとすごい移動になるんですよ。こう腰痛いっていうことになるんで、なんかね、スネアで構えてるときは、例えばこういうポジションなんですけど、そのままフロアに行くと、こういう手の形になるのかな。こう右手が、例えば5時の位置で構えてるとしたら、こういう形ですかね。こう。で逆になんかスネアは、こういうような、ワイパーのようなね、なんかこういう動きでいくと、もう速くなってもやりやすくなるということですね。でこれがこのままこういくとね、こうめっちゃ力が入るんで、このなんかこう前腕の回転ですよね、このちょっとこうなんでしょう、こうワイパーのような動きというかな、そんな動きでやってみるとやりやすくなるんじゃないかなと思いますかね。で続いてスネアハイタム、スネアフロアっていう感じで、タカタドコト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 、この移動の練習をしてみます。っていう感じですかね。でさらに、タム回しの時とかにこうよく苦手になるのがこのロータムなんですよね。ロータムからこっちにこう移動っていうのが、まあ、意外とこうタム回しの中ではやりにくい。だからこの辺当たっちゃったりとか、なんかこう大回りになりすぎたりとか結構よくあるので、ロータムフロア感も、移動してみます。で、ロータムでポジション構えて、そのままこうフロアに。叩く
ような感じになるんですけど、ロータムのポジションにした時にこの左の肩がちょうどねこうフロアタムまっすぐこう向くような感じで振り下ろすポジションまで持ってくるという感じですよね。これが例えばスネアポジションのままフロータム行くとすごいね遠くなるんですよ、左手が。だからこの肩をこうロータム側のところまで向くようなところがポジションみたいなね。でその位置のままこうフロア感を移動すると結構やりやすくなるんじゃないかなと思います。タカトコトコトコってタン回しする時もなんかロータムに行くぐらいでもうできる限りこの肩をそのこっちの方にねこう向けるような感じでいくと回しやすくなるかなと思いますかね。で、まあ、さらに、ハイタムフロアのこの移動っていうのも、まあ、このロータムを使わない、ここにライドシンバルを置くセットの人とかは、まあ、よくやると思うんで、この移動もやってみます。っていう感じですかね。そんな感じで、まあ、スネア、ハイタム、スネア、フロアとか、ロータムフロア、ロータムフロアとか、まあ、ハイタム、ロータムもいいですよね。こう。この左スタートで、まあ、左をポジションにして、こう、3つずつこう移動させていって、まあ、それぞれのパーツのポジションに慣れていくと、まあ、こう、やりやすくなってくるのかなと思うので、まあ、ぜひそんな感じで、練習をしてみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。